寒い。さあ、2021年最初のダンディファミリーカー、景気よく行きましょう。今回ご紹介する車は、2020年12月に発売されたばかりのフルモデルチェンジ、日産新型ノートでございます。今回はエクステリア、インテリア編です。この車、いやー、いいね。ただ、1点を除いて。では、いつも通りお父さん目線でレビューしていきたいと思います。ダンディファミリーカー、このコーナーは、家族は愛してるんだけど、ミニバンはどうしても愛してないのよね。そんな全国のダディたちのリクエストに応えて納得のファミリーカーを開拓していくコーナーです。今回は茨城日産自動車守谷店さんに撮影協力いただいております。お忙しい中本当にありがとうございました。さあ、まずはエクステリアから。この新型ノート、200万円付近というゴールデンな価格帯ゆえに購入を検討している方もかなり多いのではないでしょうか。先代に比べてだいぶキャラの立った外観になりましたね。今映っているのは X、S、F グレードのうちの X グレードです。X グレードのボディサイズは全長が4045、全幅が1695、全高が1520のコンパクトハッチバック。サイズは先代と比べると 5.5 センチ短くなりました。モデルチェンジで小さくなるのはここ最近じゃ珍しいケースですね。この試乗車のボディカラーはピュアホワイトパール。清潔感のある素敵な色。X グレードのカラーバリエーションはモノトーンが11種類、ブラックルーフとのツートンが2種類の全13色。需要の多いセグメントだけあって多様なカラーパレット。ちょっと話がそれますが、個人的に気になっているのは近日登場予定の特別仕様車オーテックモデル。メッキのドレスアップパーツがとてもうまくまとまっていると思います。要チェックや。丸みと直線をうまく織り交ぜた和洋折衷デザイン。以前発表されました電気自動車アリアのデザインコンセプトを踏襲し、日本古来のデザインエッセンスを取り入れています。キャラクターラインというよりは、曲面と曲面の間に折り目をつけることで立体的なふくよかさを演出できています。内装は後ほどご紹介しますが、随所に折り紙をインスパイアしたデザインが見受けられます。多分ですけどね。先代に比べてコンセプトが一貫しているため、見ていて飽きないデザインになっていますね。この挑戦的でしっかりとしたデザインコンセプト、初代日産ムラーノ等が発売していた頃の日産さんを私は思い出しました。個人的お気に入りポイントはボンネットサイド。わずかながら起伏しているため、決してノーズの長い車ではないのですが、伸びやかさをうまく強調できていますね。メーカーオプションのアルミホイールデザインはこんな感じ。タイヤは横浜タイヤのブルーアース、18560R の16インチ。SF グレードの標準装備は15インチとなっています。標準装備だとこのようなホイールカバーとなります。個人的にはこっちの方が近未来感があって好きだったりします。サスペンション形式は前輪がマクファーソンストラット、後輪はトーションビーム、乗り心地は後の試乗編でお話しします。さあ、フロントからフォーカス。過去の日産コンパクトカーとは一線を画す端正な雰囲気。今までの取って付けた感のあった V モーショングリルはデザインに溶け込み完全形になりました。キャラクターラインを延長してみれば、全てのラインがナンバー周辺に集められていて遠近感が生まれていますね。フロントグリルは組子をイメージしたモダンなもの。リニューアルした日産ロゴマーク、賛否両論あるようですが、私これ好きなの。鋭さと清潔感がかっこいいと思います。んで、キリッとしたフロントライト、宝石のように4つ並んだレンズの LED ランプ。下のラインがシグネチャーポジションランプです。光の軸、光軸を自動制御してくれるオートレベライザー機能付き。ちなみにこれはオプションなので、標準はハロゲンライトです。点灯パターンはこんな感じ。続いてリアに行きましょう。リアランプもまっすぐ、バンパーのラインもまっすぐ。台形を描くことでどっしり感を前方に押し出していますね。ここの分割線は製造コスト的にも致し方なし。リアには日産ロゴマークではなくアルファベットのレタリング。これも私好きなの。ネームブランドとスッキリした感じがいいですよね。テントパターンはこのようになっております。ボディのサイドとテールゲートどっちも光ってますね。これだけでね、高級感が出ますよね。ん?マミキューが嫌だ。細けこといいんだよ。さあ、エンジンルームも見てみましょう。パワートレインはモーター駆動の第2世代 E パワー。最高出力は115馬力、モーター最大トルクは280ニュートン。このサイズならもう12分以上のパワー。左半分が発電用のエンジン、1.2 リッター直列3気筒。右の銀色の箱はインバーター。
前代よりも 40% 小型化に成功。この下にモーターが隠れています。駆動方式は現状 FF のみ。今年中に 4WD モデルが追加予定です。前代と比べサスペンションの取り付け剛性は 10% アップとのこと。エンジンマウント位置は前輪よりも少し前。浮か下にリチウムバッテリーもありますので重心位置は低めです。続いてインテリア、まずはラゲッジから。テールゲートは手動の油圧式、ちょっと重い。開けるとコンパクトらしいっちゃらしいサイズのラゲッジスペース。目測300リッターぐらいでしょうかね。さらに下には床下の収納スペース。ジャッキや三角停止板を入れたら、ほぼないに等しいですね。後席は倒しやすい4対6の分割可動式。ラゲッジをフラットにしたい方はオプションパーツが存在します。ファミリーカー目線だとやっぱり狭いかな。ちなみにノートってレンタカー需要もすごく大きいんですね。となると大きいトランクを2個ぐらい持っての家族旅行先でこの車が割り当てられると正直使い勝手悪いんですよね。先代のノートもこれぐらいラゲージが小さかったので、ここは今回頑張ってほしかったところですね。ここで子育て世帯のお父さん目線でもチェックを入れていきましょう。ダンディチェック。ベーシックサイズの A 型ベビーカーを入れてみました。縦置きはもちろん無理でしたが横置きで入りました。縦掛けも OK ですね。でヘッドレストに紐と S 字フックなんかをセットすれば固定もできそうです。この状態なら日常的なスーパーへの買い物は大丈夫そうですね。またフラットではないので赤ちゃんのおむつ替えなんかは対応できませんね。続いて後席。ドア側面はすべてハードプラーですね。ハードプラーはいいとして、この上半分のデザインののっぺり感はもうちょっと改善してほしいですね。正直質感をプラスしたグレード設定があっても良かった気はします。では乗り込みましょう。乗り込みはかなりしやすいです。後席空間は先代同様コンパクトカーにしてはかなり広いですね。いいね。身長175センチの私でも頭上には握り拳1個くらい入る余裕があります。窓上にアシストグリップがあるのはいいですね。おもちゃなんかをぶら下げることができますし、後席ルームランプに単独スイッチがあるのもグッド。車内で赤ちゃんのお世話をしたい時にスイッチがあるととても重宝します。膝前空間はご覧の通り、私のシートポジションで15センチくらい空きがあります。で足先空間はバッテリーの関係上奥の方には突っ込めません。また座面もちょっと低めなので男性の体格だとちょっと足が余るかも。女性だったらぴったりって感じかもしれませんね。助手席の後ろにはバックポケットプラススマホのポケット、時代ですね。センターアームレスト裏にはスマホ用の小物ポケットで、 USB ポート等はありませんがオプションで追加は可能です。リアシートはわずかながらリクライニング機能付き。この試乗車は X グレードの本革シートモデルですので唯一アームレストが付きます。ドリンクホルダーは細身のものは固定しづらいデザイン。哺乳瓶やオロナミン C は倒れちゃいそうですね。で、リアドアには左右ともにチャイルドロックがあります。ウィンドウロックも運転席で制御が可能です。アイソフィックス金具もありますね。こちらは後席に座った時の大人の目線と子供の目線のリアビューです。リアウィンドウ、十分外は見やすいですね。大好きな働く車がよく見えることでしょう。はい、恒例のチャイルドシートの使い勝手もダンディチェックしておきましょう。ルーフラインは高め、Cピラーも立っていますので、赤ちゃんの乗せ下ろしは結構しやすいです。で、ドアの開きは3段階ですが、開口幅という意味ではちょっと狭くて、お尻が当たる感じですね。映像のような座面回転式のチャイルドシートの方が使い勝手はいいでしょう。後席からのインテリア前傾です。かねてより日産さんのインテリアはちょっと古臭いなぁと感じていた皆さん。おはようございます。ね、長い夜は明けましたよ。最近流行りの液晶画面をつなげたようなテイストの近未来感のあるインテリア。何よりこのセグメントでね、しっかりとしたセンターアームレストを装備したことに拍手を送りたいです。助手席側もすっきりと大人な質感ですね。サテンシルバーのラインがとても洒落ています。ただこうやって見るとドアの内張りとの一体感がちょっと残念。ドアの質感だけ少し浮いて見えちゃいます。続いて前席チェック。 B ピラーは艶消しブラックのフィルムですね。でロックはボタン式。
すっきりとした印象のフロントドア。内張りの素材は非常機はソフトパッド、真ん中はファブリック、それ以外は全てハードプラです。でスイッチユニットはつらいちなデザイン性の良いもの。押し心地もカチカチと小気味の良いものになっています。前景はこんな感じ。さあ乗り込みましょう。最初に目を引くのはたっぷりのセンターアームレスト周り。エクステリア同様折り目を大切にしたデザイン。私の大嫌いな水まんじゅうは廃止され、四角くスタイリッシュな電子式のシフトノブ。グロスブラックで高級感がありますね。さらにこれ、下がトンネルになっていて、スマートに物を収納できます。オプションの HDMI 端子もありますね。ただこの光景は同時に機械式のマニュアル自動車の終焉も意味します。少し寂しい心の穴のようにも見えますが、顔を上げて次の時代へと進みましょう。ステアリングデザインは最近のトレンドに乗っ取った細身のスポーク。これかっこいいよね。サラサラの本革巻き。ステアリングスイッチ類は左側がインフォメーション系、右がプロパイロットやボイスコマンド。で、ジョグホイールがカチカチと気持ちがいいです。ステアリングヒーターもオプション設定で存在しています。運転席からの後方視界です。リアウィンドウは小さい気もしますが、クォーターウィンドウがあるので十分に見やすいです。オプションでデジタルのルームミラーもつけるとより心強いですね。で、前方は A ピラーが割と細めで三角窓もありますので視界は良好ですね。シートポジションは全グレード手動調整タイプ。アクセルペダルは吊り下げ式。チルとテレスコは手動です。ではポジションチェックをしておきましょう。ペダル位置は両足を閉じて伸ばした時に右足にブレーキペダルが位置していますので、とっさの時確実に踏み込める理想的な位置。体の中心にハンドル軸。はい、ドライビングポジションは文句なしです。メタは1枚の画面に見えますが、左が7インチのドライブアシストモニター、右に5インチのデジタル速度メーター。詳しい表示は後編でご確認ください。センターにはナビモニター。こちらは9インチの日産コネクトナビ。くっきりはっきり見やすいです。その下にはエアコン吹き出しとハザード。ハザードボタンはもう少し大きくてもいいかな。オートエアコン操作類は物理スイッチ及びダイヤル式となっています。やっぱり物理スイッチがいいよね。ダイヤルのクリック感はちょっと頼りない感じ。下には USB Type A と Type C。Type C はオプションです。で、12V シガー電源、スマホを置くだけのワイヤレス充電、便利なオプション。さっきからオプションって言ってますが、このオプションだらけな理由は次回お話しします。で、後ろに下がっていくと控えめなイグニッションボタンに四角いシフトノブ、ドライブモード、EV モードのスイッチに電動パーキング、ブレーキホールドボタン。このサイズでもね、これが普通になってきましたね。で、さらに後ろにはたっぷりのアームレスト。開ければ長財布がすっぽり入る収納スペース。オーバーヘッドコンソールにはオプションのデジタルミラー、マップランプ類はぬくもりのある電球タイプ。ちょっとボタン数が多いですね。センターには緊急時 SOS コールボタンがあります。これもオプション。で、サングラスホルダーはないです。はい、いかがでしたでしょうか。日産新型ノート、エクステリア、インテリア編をお届けしました。コンセプトがしっかりした、飽きのこないエクステリア。先進的なインテリアに、コンパクトカーにしてはゆったりとした鉱石空間。ただ、ラゲッジは相変わらず物足りない容量。素晴らしいコンパクトカーですが、赤ちゃん連れのファミリー目線で見ると少々勝手が悪いかもしれません。でもこの存在感と取り回し、かなり売れそうな予感がしますね。男に生まれたからには、お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてほしいですね。このチャンネルではお父さん視点でのカーレビューや子育てに関連する情報を発信しております。最近はね、ウェブラジオも始めました。ぜひチャンネル登録、フォローいただき、素敵なダディを一緒に目指していきましょう。次回は試乗編です。先代から大幅進化を遂げたこの新型ノート、乗り心地はどのようなものなんでしょうか。それでは全国の新米お父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次回またお会いいたしましょう。バイビー。